Too many days in the darkness。 おはようございます。おはようございます。はい、本日はですねベルエアゴルフクラブさんの方にお邪魔させていただいております。ベルエアゴルフクラブの皆様、撮影のご協力ありがとうございます。ありがとうございます。そういえば、あの前回の動画で撮った時の宮崎の大会はどうでしたか？あ、ちらっと言ったね。確かね、最終結果ね、20位ぐらい。おお。言い訳じゃないけど、悪天候で土砂降り、土砂降り、強風、不甲斐ない結果でしたけど、まあ、自分のちょっとした、ね、レベルアップは感じれたんでよかったかなと、はいはい、ティーチングプロに前日教えてもらってたじゃん。あ、深川さん、その説はありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとつい最近からね、あの太平洋クラブの御殿場ウエストコースの、チャンピオン杯っていうのが、僕個人の試合としては今年それが初だった。はいはいはい。で一応予選は、2位で通過できて、はい、で昨日1回戦2回戦が1日で行われて、それトーナメント方式のマッチプレーなんですよ。本当に苦戦しましたけど、一応なんとか2回戦とも勝つことできて、おめでとうございます。満身創痍なんですけど。さあ、そして2人目のゲストお呼びしております。すみません、お願いします。全然大丈夫です。おはようございます。軽井沢に在住しております、はい、小山と申します。よろしくお願いします。お願いします。はい、正直もうね、小学校の時からですよね。そう、もしかしたら幼稚園の時にももう会ってかなぐらいですよね。小さい頃からね。え、あ、そこであんま深掘んないです。ちょっとこのゴルフ場もご紹介してくださったんで、ありがとうございます。ありがとうございます。普通にラウンドなんですけど、早く行って俺タイじゃない。今日なんかタイらしいですよ。すごいよね。え、何回言ってるんですか。この冬で5回ぐらい。もうほぼタイ人です。タイ人。しかもあれでしょ。そっちの方が今だって言いやすいんじゃないですか。申し訳ないですけど、ところどころちょくちょくちょっと教えていただけたらなと。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんでこのスイッチが学生の時入んなかったんだろうっていうのが悔やまれますよ。確かにそうです。小山さん、よくそこ知ってるじゃないですか。ちょっとしんどい上げで、200ヤード上げなんで、ユーティリティで。で、あの桜、なんか綺麗な桜の木の方を狙います。やばい。右だね。一応暫定打ちましょうか。あ、いいじゃん。 OK。 すごい。同じ風かな。風のせいかな。体が突っ込んでる今。十分で、ね、はい、ちょっとここはお互い良くなったですね。やっぱさ、やるにあたってさ、ショートホールの方がいいの、やっぱロングホールの方が好きなの。やっぱショートは1個のミスが終わりだよね。まあそうね。1球はね、どちらかのあったん。それをこれはね、あったね、1球。あ、ありってありじゃないですか。これね、2球目が、あそこにあるの違うの。あ、2球あるある。え、あそこにもあるよ。あれね、アルカイムさんか。これ右が広くてよかった。51で奥に下ってる感じもないんで、まあ普通にキャリー40ぐらいで、はい、転がれ、止まっ、弱い、うん、ちょっと弱かったかな。はい、ちょっと入っちゃいました。今向かいますからね。ナイス。すごいなんか幻想的なグリーンだ。桜吹雪の桜の花びらが今トップ吹いたら超エモいのにね。
弱い。ちょっと弱いな。飛び捨て。はい。よし。前から笑っちゃったじゃないですか。じゃあ小田さん、これあのブロッコリーの生地大丈夫ですか？大丈夫。左はダメです。はい、危ねえ。こっちはいいな。うん、ナイスフェアウェイ。ドライバーナイス。いいとこっすね。スクワタペースに負けない。ちょっと今な、空気読めようと思っちゃったんですけど。あ、意外とあるな。若干フォローなんで、しっかり打つためにもちょっと6番で打ってみます。はい、ラインは出てる。ナイスよ。今の良かったね。ナイス。あ、ナイス。お前。なんかお互い今なんかお互い使います、ね、そうだね、両左右って感じだね、うん、今乗ってた小山さんのも風に。小山さんにちょっとラインを見せられるようなアプローチはしたいですね。うん、気持ちいっちゃったな。うまい、どうぞ。ナイス。ありがとうございます。また、良いぞ。嬉しいな。今日は合ってるね、タッチが。ここ難易度難しそうってのわかりましたよ。嫌ですね。そうですよね。あ、でも奥に見えてるのあれ一応ピンですか？あ、右奥、はい。ちょっと幸いなのがあのフォローだってことぐらい。ここ最近相棒っすね。オッケー、よっしゃー。あー、俺好きな球だな、でもこれ。
ナイスです。息ぴったりですね。あ、音が悪い。息油田の問題。そうだね。あります、あります。乗ってるね。僕も今測ったら142。うん。なんで多分風に乗るの計算してピッチングでいきます。はい。ギリギリバンカーには入らなかったけど。危ない。ひやったね。俺あそこのバンカーと思ってたよ。ケンちゃん140ピッチ。そうですね。あのフォローだったんで。これ決めたいね。いやこれもさ。はまた悩みどころですね。今日アプローチ壊滅的に寄ってないじゃん。パターンの方がワンチャンきそうなの。いやだからもう本当パターンの方が、うん、本番ならね。まあ今日は本番模擬というかあれだから。ちょっと食われすぎたなこれ。うん。弱かったね。お湯です。こんなのもいいよ。はい、これだろ。いいね。お見事。今日それぐらいの距離多かったですもんね。それでさ、体重はどういうのが入るの？本当に打つときになったら左足に、うん、はあ、こんな感じでいいですか、うん、うまい。あのね、こいつだからね、そう見られるとやれるんですよ。美味しそう。どうぞどうぞ。